こがジオテオゴニアですか。お兄さんが聞いた通り甘ったるそうな町ですね。ドアの一つでも食べてやりたくなるです。あ、この辺なんかチョコたっぷりで美味しそうですよ。どれどれ、かぶっと。待て待て、騒ぎ起こすようなことすんじゃねえよ。今日は喧嘩売りに来たわけじゃないんだからな。え、そうなんですか。カヤピーのことだから新しい世界へ喧嘩しに来たのかと。そりゃしたいけど、そうも言ってらんないんだよ。ボスがいなくなってから人手不足でギルドの運営に追われてばっかでさ。くー、喧嘩してけど今は人手不足解消が先だ。彼の話じゃあの城にドラゴン族がいるらしいからな。新メンバーを勧誘しに来たってことですか。確かに私もそろそろ子分が欲しいところですね。祈り親分、いい響きじゃねえですか。よし、じゃあ早速そのドラゴン族を仲間にしてやるですよ。突撃です。こら、騒ぎ起こすなって言ってんのに正面から突っ込むやつがいるか。今日は裏口からだ。ったく、仕事が多い原因の半分くらいは祈りが好きかってやるせいなんだよな。はぁ、俺も人暴れしたいぜ。ブルム、次は大広間の掃除よ。急いで終わらせましょう。はあ、だる。あっ、いましたです。ドラゴン族ですよ。へえ、双子なんて初めて見るな。二人で部屋の掃除をしてるみたいだけど。掃除なんてボスにビシバシこき使われてた頃を思い出します。あいつらも城のやつらに走られてるですね。待ってろです。お前たちは未来の子分。この私が今自由にしてやりますよ。おいおい待てよ、こき使われてるかどうかは俺たちにわかんないだろ。望んでここにいるかもしんないし。でも掃除なんて誰もしたくないはずです。絶対やらされてますよ。私はそうでした。そりゃお前の話だろ。いいからまずは様子見だ。仲間に引き込めるかどうかな。わかったです。さてととはいえちゃんと注意して観察しなくちゃな。ドラゴン族は珍しいから人身売買されることも多いし、どんな事情でメイドしてんのか探らせてもらうぜ、嬢ちゃんたち。あ、ブルム、そんな雑に掃き掃除しちゃダメでしょ。ここはただでさえ人通りが多くて埃が舞いやすいんだから。でも姉さんさ、明日もこの部屋掃除するでしょ。どうせそう言って昨日も一昨日も手を抜いたんでしょ。だからこんなに埃が溜まっちゃうの。今日という今日は徹底的にやるわよ。はあ、あの子やっぱり掃除を嫌がってるですね。いや、めんどくさがってるだけじゃねえか。そんなことないです。あんなに嫌そうに掃除してるですよ。パパパーっと、はい、終わりましたよ姉さん。本当に？じゃあチェックするからね。この前もメイド長に掃除が行き届いてないって怒られてたし。あの人うるさいんだよな、巨人族なのに。もうそういうこと言っちゃダメでしょ。メイド長も責任ある立場なんだから。うるさいことは否定しないんだ。そういう上げ足を取らないの。
の。ほらほら、嫌なやつにやらされてるって話してますよ。あの真面目ぶってる方も本当は不満そうな感じです。あれくらいただ愚痴ってるだけだろう。もうカヤピ、それでもドラゴンズネストですか？ドラゴン族の保護も仕事の一つじゃねえですか？大きい声出すなって。もうちょい観察しねえとわかんねえって言ってるだけだろうが。ブルム、待って、リボンが曲がってるわ。まったく、いつも適当に着てるわね。姉貴はこだわりすぎ、こんなの誰も気にしないって。ブルム、分かってると思うけど、このメイド服はドラゴン族の私たちのためにライラエル様が特注で用意してくださった服なんだから、こんな服なんて言っちゃダメでしょ。なんだよ。なんだよじゃないですよ。あいつらのボス、ろくでもないです。面倒な掃除を押し付け、叱って分からせ、挙句の果てにドラゴン族に無理やり特注のメイド服を着せる、ド変態野郎なのです。確かに聞こえようによっちゃそうだけど、聞こえようによっちゃな。この子に及んで何グズグズ言ってるですか。こんなヤバいの放置してたらドラゴン族の危機です。私たちドラゴンズネストの名折れですよ。えい、拉致開かねえです。こうなったら牙の抜けたカヤピーの代わりに私があいつらを連れて逃げるです。祈り、見つかったらまずって、ああ行っちまった。未来の子分たち、もう大丈夫ですよ。私が助けに来てやったです。ああ見つかっちまった。いいのーり、ちょっと落ち着け。何なんですかあなたたちは。ごめん、俺たちちょっと事情があって。悪気があったわけじゃないんだ。ですです、私たちは子分たちのことを思って決死の救出に来たですよ。話をややこしくすんな。てかまだ子分じゃねえっての。暴れないでください。ここは今私たちが掃除中で。あ、足元、集めたゴミぐちゃぐちゃ、靴も泥だらけだし。なんてことするんですか。ライラエル様に事情を説明してきました。無断で侵入した件は許してくださるそうです。ライラエル様の恩情に感謝してくださいね。悪い、ありがとな。それで私たちをギルドの仲間にしたいとか言ってましたけど。ああ、そのつもりで来たんだけど、その話はもういいよ。お前たちこの城のプリンセスに望んで仕えてるんだろう。ええ、ライラエル様にはとても良くしていただいています。あなた方が心配していたような誘拐や人身売買でここに来たわけではありません。なら良かったよ。勝手に勘違いして悪かったな。ほら、祈りも謝れ。ごめんなさい。いえ、ライラエル様がお許しになったことなので。ですが、
ドラゴン族の仲間ですか。探すのは大変そうですね。確かに私らもあなたたち以外のドラゴン族に会ったことありません。こっちでもドラゴン族は珍しいんだな。わかった、ありがとう。ま、地道に探すことにするよ。はあ、結局骨折り損でしたね。世話になったです。じゃあ私たちは帰るですよ。いえ、待ってください。ライラエル様から言づてが。あなたたちに一つお願いがありまして。お願い？なんですかこの格好は。少しお掃除を手伝ってもらったら仲良くなれるのではと、ライラエル様がおっしゃったので、私たちも掃除の邪魔をされた分は手伝ってもらえると助かります。もちろん手伝うのはいいんだけどさ、服が汚れるからってこんな格好、はあ、ギャング団の奴らには見せらんね。こっちまだ埃残ってますので。うにゃにゃ、古文にするはずがこき使われるとは。私はただ助けてやろうとしただけなのに。はあ、暴れて。よし、次は右手を見てみな。あれが城下町名物チョコレート噴水だ。パティシエが調合なさっているんでしょう。この技術があったら麦しわの噴水も作れそうよね。ごっくり。ゆかりさん顔が大きいよ。あれ、トマキさんどうしましたの。あ、別に何でもないにゃ。そうはおっしゃいましても、なんだか上の空ですわよね。やっぱりそうですわよね。何があったんでしょう。なんだ猫の嬢ちゃん、あんま乗ってねえのか。じゃ、とっておきのスイーツをおごってやるよ。おい、まずはこれだな。生クリームとチョコレートソースマシマシの最強大盛りクレープだ。美味しそうだけどちょっと重めね。玉木さん食べる？いらないにゃ。ダメか。じゃ次はこれだ。バターとキャラメルの塊を挟んだハンバーガーだ。このジャンクな感じがたまんねえんだわ。見た目がハンバーガーっぽいだけに異質感がすごいわね。玉木さん、これはどう？いらないにゃ。町のみんな大好きなのにおかしいな。あ、じゃあこいつでどうだ。バニラ、ミント、チョコアイスのペガサス商店盛りアイスクリームラーメン。あ、まさに異次元の食べ物ですわね。玉木さん、いらないにゃ。こいつは重症だな。こんなにうめえもん並べても元気出さないなんてよ。食文化の違いに直面してこっちまで疲れちゃったかも。
玉木さんなんて輪をかけて上の空になってしまいましたわ。にゃん。玉木さん、本当に大丈夫かしら。キョロキョロしてはいるけど、楽しいって感じでもなさそうだし、変なものでも食べたのかしら。いいえ、玉木さんはこの世界に入ってから何も食べてませんわ。いつもならたい焼き片手にご機嫌なんですけれどね。あ、それじゃない？たい焼きが食べられないから元気ないとか。こんなにお菓子だらけなのにたい焼きが見当たらないなんてね。ずっとキョロキョロしてるのも、一縷の望みをかけてたい焼きを探してるのかしら。なんてかわいそうな玉木さん。なんとか元気になってほしいところですけれど。たい焼きを作る？ああ、確かにそれはありね。町の建物を見る限り小麦と砂糖は有り余ってそうだしね。小豆は豆類があれば代用が効くかしら。どうせなら小豆から作ればいいですわ。土地を買ってプランテーション農業を始めましょう。あきのさん、いくらかけようとしてるのよ。たい焼き一つ作るだけでしょ。ん？たい焼きを作る。そうよ、玉木さん、一緒に美味しいたい焼きを作って元気出しましょう。たい焼きがあればこの世界で一儲けできるのにゃ。え？え？何を儲けてるの？アキノたちのアイディアにゃ。え、ええ、私たちが作るって言い出したのは確かだけど。それで一儲けですの？そうにゃ、新しい世界には新しい儲け話があるはずにゃ。どうやったらお金が稼げるか、私はずっと考えてたにゃ。あ、もしかして上の空だった理由って、ずっと金儲けのことを考えてたから。玉木さんの商売好き忘れてたわ。心配して損したわよ。ほんと、この世界でどうやってたい焼きを作るか、つい真面目に考えちゃったわ。ですが、玉木さんの言うことももっともですわよね。見る限りこの世界には東国風のお菓子が少ないようですし、目新しさでウケるかもしれませんわ。この世界の人たちは甘いもの好きが多そうだし、間口は広いかも。確かに、たい焼き屋って金型があれば店舗作れちゃうしね。初期投資もそこまでかからないんじゃないかしら。やはりビジネスチャンスかもしれませんわね。ナイスプランニングですわよ、玉木さん。それじゃあ売って売って、忙しくて猫の手も借りたいにゃ。あ、君も手伝ってくれるにゃ。じゃあ22号店にこのあんこを持っていくにゃ。ふふ、そうにゃ。次元の壁を越えてこんなにブームになるとは。たい焼きはすごい食べ物だにゃ。これからもっとお店を広げるにゃ。これで猫たちのご飯ももっともっと豪華にしてあげられるにゃ。よーい、玉木のジョーちゃん。あれ、ボルガーノにゃ、どうしたのにゃ。ちょっとな。しかし、たい焼きっていいな。
つぶつぶした小豆と優しい甘さが全身に染みるぜ。うんうん、ボルガーノもたい焼きの良さを分かってくれて嬉しいにゃ。同じ猫のよしみであんこ多めのを売ってあげるにゃ。お、あんがとさん。でも俺からすりゃお前さん、あんま猫って感じじゃないけどな。もうちょっとケムクジラの子の方が。にゃ、なんて失礼なやつにゃ。ボルガーノの好みの話はどうでもいいにゃ。ああ悪い悪い、それよくさ、見せたいもんがあって来たんだよ。ほらこれ。お、見せたいものって。にゃ、なんなのにゃこれ。何ってたい焼きだよ。この町のみんなもな、町にある材料でたい焼き作ってみようって話になっちまってさ、生クリームが15カップ分も入ってんだってよ。入りきらなかった分が口からはみ出すぐらいだぜ。大量のクリームが口に押し込まれたたい焼き、まるで拷問にゃ。それになんつってもこの色、レインボーだぜ。可愛いしうまそうだろ。食欲現代食ってやつにゃ。なんだ、また乗ってねえのか。チョコレートプレッツェル差し足りなかったか。いや、やめるにゃ。拷問味が増すだけにゃ。新しい世界でたい焼きが認められるのは嬉しいけど、